ICU の大学院の特徴は一言で言うと一研究家というそういう一つのまとまりの中で学生院生が自分の研究を進めるといろんな科目をですね院生は自由に取ってそして自分なりにその幅を広げながら深めていくとそういう特徴を持っているわけです。でこれは ICU の学部のリベラルアーツというそういう理念が大学院にも生かされているというふうに言っていいと思います。 ICU の大学院では共通基礎科目というのを設けています。ライティングフォーリサーチャーズでは論文を書く方法を学んでいます。コンピューティングフォーリサーチャーズでは統計的な手法を通じてフィールドワークのデータなどを分析する手法を学んでいます。こうしたクラスには分野を超えて大学院生が参加していましてこのような分野を超えた学びの場がその後の研究の土台を作る上で重要な役割を果たしています。学際性というのはインターディスプリンということですが、ディスプリンも大事にします。で、比較文化には4つのディスプリンがあります。歴史、それからアートですね、美術とそれから音楽、それに哲学、宗教、そして文学です。そのディスプリンを縦軸と置きますと横に横断的に2つのそれを包摂するような領域を考えました。で、1つは日本文化です。日本文化というのを今言った4つのディスプリンそれぞれからアプローチできるそういう分野です。もう一つは超学域、これはその学域を超えていく、ある意味では何でもできるんですけれども、そういう2つの選手領域を考えました。